えー、損保ジャパンに密る方法で、密、えー、る方式で5億3000万払えという申し立てをしております。1580億は、えー、私が414度の丹念に調べた結果です。そのデータだけ利用していたのが、えー、セブンアイホールディングスの後藤勝弘だったんですね、えー。そしてこいつが大滝勝彦と同じグループだったということです。新潟の えー、日練習、総科学会の犯罪であるということです。もういなくなったそうです。えー、前、壁正幸という男でした。そして、えー、カインズホームの役員、高谷正幸。お、これ、同一人物です。いなくなったこの連中は、えー、チューリヒフィナンシャル・インシュアランス・カンパニー、トップ CEO。ライカキアノリーブスディアボ e s d

えー、三井,三井、えー、不動産の、まあえー、パークアーベニュー沿いの、えー、ホーンテッドマンション。これがあなたのものになります。えー、ライカ・キアヌ、この連中を、えー、あなた方が処分するんです。そして、えー、流刑を求める私と一緒にやるべきです。そうするとあなた方はニューヨークに今立っている えー、三井住友不動産の申し子の、えー、ライカキアのこの連中が作業したことを私が立証します。あなた方も後追いして全部持ってったらどうですか私が、えー、ニューヨークで、えー、そこで暮らすことはありませんから。えー、裁判を日本で今やってます。えー、最高裁です。えー、国土交通省の事件を、まあ、消滅させようとして、えー、特別広告の 定期通知書なしに、えー、到着しましたってバカみたいなことをやってました。まあ、ですので、特攻と理由書を同時に出してやりました、えー。もう慣れっこなんで、慣れっこなんで、あこれ却客観にさせるつもりだなと。客、ま、観、あ、にした後、えー、その客観だって言われたものに対して最新請求をかけることができる。まあ、言われた後、その1ヶ月間のインターバルがあります。まあ、最新までね。 で、それを申し立てもします。そして払ってもらいます。えー、そして、えー、あなた方、ここが大事です。私があなた方に密るまで払えって言った時に、私本人に払うことです。山口真由とかいうあなた方の、えー、騙した総価学会の連中を入れちゃいけません。ライカ・キアヌ、こいつがあなた方を騙した超本人です。確かに顔が、えー、キアヌ・リーブスによく似てましたよ。ディアボロスのね。 ですが、この人間は非常に悪どい、創価グループの創価学会員です。あなた方のホーンテッドマンションは、こいつの詐欺の賜物です。だから、あなた方が、私と一緒になって、その、三井住友信託銀行、三井住友会場、この連中から金を回収するんです。好き嫌い、可愛い可愛くない、全然関係ないです。私はあなた方と結婚するわけじゃない。 裁判進行の損害賠償請求だけです。え、この、ライカキアのり、の正体は、東京マリンファイヤー日動インシュアランスカンパニーです。こいつらが、諸悪の根源でした。私の20年間を潰したのは、東京マリンファイヤー日動インシュアランスカンパニーです。えー、そして、えー、my divorce h u トラフィックアクシデント、えー、っと、 before two weeks, eh,、uh, happening, but, I am nothing to, eh,、uh, family. I divorced, eh, 三重木 nothing. 何の感情もありません。まあだから、えー、私はやるべきことの通報をし、そして、えー、もう一段落ついたということで、これは東京海上日動の犯罪だ。だから、後藤光弘。 後藤、えー、勝えこいつの犯罪であると。いうことをあなた方に伝えます。そして一緒に回収しましょう。三井住友会場、大滝勝彦えー、坂本グループ。これ全員一緒です。草加グループです。東京会場日土。こいつらが諸,諸悪の、えー、犯人です。そして、えー、三井住友会場、原則行は分かってます。でも私に払いませんでした。 まあだから、えー、東京海上日動を使った三井住友海上、あいおい日生堂は損保の犯罪ですので、あなた方損保ジャパンは本体の日産火災会場の連中を、えー、かき集めて、そして私にちゃんとサポートをするように、一つ注意点があります。高柳和弘、島田和弘は排除してください。この人間いりません。私の足を引っ張るやつです。 高柳和弘、えー、ソフトバンクグループです。プッシングアウトです。ソフトバンクグループ、吉本興業、この連中いりません。いりません。プッシングアウトです。そうじゃないとあなた方、そのホーンテッドマンション取れませんよ。私と一緒にやるんです。あなた方もそうでしょう。<laughs> 私もあなた方のグループの誰かと結婚することはありません。私は、 えー、ジャーマニーマン、ホワイトマン、え look like ジャンセン・アクルス・ロイヤー。私のこの、えー、裁判進行を支えてくれていたのは、私のマイ・アカント、マイ・アカント、ジャンセンです。ジャンセン・アクルスです。えー、彼のロードブームはとても楽しかったので、ずっと見てましたよ。彼が支えでしたね。あなた方の用意したライカキアノは、 女をとっかえ引っかえ払ませて自分の子作りに励んでいた脳なしの男です。いりません、そんなやつ。返品し、返品したらどうですか、日本政府に。うん、小室慶馬子さんごっこなんかいらないと。茂木直子があなた方に請求をかける。そしてあなた方はそれに答える。そして裁判をニューヨークでもいいです。東京でやった方が本来はいいんですが、この中央政権もあなた方がご存知の通り、 カルロスゴーンをはめるようなチガイ連中です。総家グループってのは。まあ、ですから、私を一人分払って、そしてニューヨークでちゃんと法廷に立たせることです。あなた方が用意したシナリオぐらい私も喋れますので。むしろ日本人で、えー、ジャパニーズ・イングリッシュだったら、あ、そうな,どなと。本物だとわかりますよ、あなた方が。そして、えー、あなた方は本人じゃないと <laughs>。 でっかい金額回収できません。私にぜひ,ぜひ払ってもらって一緒に回収しましょう。そのためにあなた方はサポートしてたんですよね。ライカキアノはいらない。あんな人間はただのモデルなんだよ。モデル事務所から借り入れた男なの。リーラーの中から一番いい男をと思って入れたんだけど、この男はとっても女にだらしがないウーマンイーザーだったんです。あなた方を騙しました。 私は全然話をしてません。彼の女房は私ではない。山口真由なんていう女は私じゃない。それ連れてった女は全員偽物です。私は本物の模擬直子。あなた方が見ての、よいしょ、通り、えー、私は室外骨、粉砕骨折があります。まあ、ですから、えー、何も、怪我のない女は、えー、私の怪我の後遺障害金は受け取れません。 まですので、えー、あなた方が私にちゃんと、えー、払うことです。それから、えー、損保ジャパングループに行ったのはあなた方が、えー、外資の損保ジャパンだからです。中村っていうのが来ておりました。ダメです。全くダメです。おそらくこの、えー、携帯はあなた方の、えー、元には届いてないと思います。届いてないと思います。でも、あなた方は、 えー、サテライトのグループです。なんとか、私のその携帯電話の、えー、全部を傍受して、そして、うんあの、インド人なんか使っちゃダメ。もう、インド人、イタリア人、今までいた、あの、えー、まあ、黒人も全部含めて、私は嫌いなんです。嫌いなんですよ。あの、ドイツ人以外は。だから、あなた方が、ちゃんと、えー、サテライトで、 え、サポートしてください。え、それから損保ジャパンの中村は排除してください。邪魔だから。それから東京海上日動も邪魔だから排除してください。以上、本物のもぎなおでした。